シリートテチンは2007年10月1日から2008年3月29日まで放送されていた NHK 連続テレビ小説 NHK 大阪放送局制作でシリーズ通算77作目大阪制作の作品では通算31作目全員151回脚本は藤本秋音楽佐橋俊彦舞台は福井県及び 大阪府でヒロイン役はオーディションにより2007年3月14日に漢字やしほりに決まった。これまでの朝ドラヒロインにありがちな持ち前の明るさで困難を乗り越えていく前向きな主人公とは180度異なる心配性でマイナス思考のヒロインが大阪で落語家を目指す姿を描く。舞台となるのは福井県小浜市と大阪府漢字やしほが演じる 主人公、和田清美、後の連れ連れて若さ、和久井恵美が演じる母、いとこ、青木数幸が演じる清美の兄弟子で後に、夫となる連れ連れて曹操を中心に、個性豊かな登場人物によって繰り広げられる、喜劇仕立ての成長物語である。物語の大きなテーマとなるのは、伝統の継承。落語と塗り端家業を題材に、主人公の父や、 祖父のような塗り橋職人や、主人公が入門する、落語家、つれずれて一門など、伝統を受け継ぎそれに従事する、人々の姿が描かれる。それに関連した、もう一つのテーマは、落語。本ドラマは、主人公が落語家を目指すというものであり、劇中では、登場人物が実際に落語を披露するシーンがある。さらに、 落語をもとにした演出、有名な話の解説、本編出演者による話の再現ドラマなどが、ふんだんに盛り込まれており、落語通りはもちろん、落語を全く知らない人でも楽しめるような作りになっている。ちなみに、ドラマの登場人物の名前の多くは、落語の登場人物から取られたものである。ドラマには緻密な伏線が張り巡らされており、劇中のさりげないセリフや、 小ネタが、後の重要な場面につながっていくことも多い。さらに、単なる賑やかしの脇役と思われていた人物が、予想外の場面で、物語の鍵を握っていることもある。また、年末最後の放送で初めて互いの愛を、確かめ合った清美と早々が、新年最初の放送で、何の前触れもなく、結婚式を挙げるなど、時には大胆な展開を迎えることもある。 2008年7月に関西特集内でスピンオフドラマチリとテチンガイデン迷子三兄弟を放送した。1996年のアドガワでの出来事を2008年に早々が創作落語に仕立てたという劇中劇になっている。2007から8年の平均視聴率は15.9%最高視聴率は18.8% 朝ドラにおいては2004年度後期若葉以来最高視聴率が20%を下回った。視聴率こそ大阪放送局制作の作品の中で最低を記録してしまったが DVD の売り上げに関しては一転して過去最高の売り上げを記録している。主人公の和田清美は9歳の年に福井県小浜市へ引っ越してきた。清美は 無口で真面目な出戻り若さ塗り橋職人の父、晴天と楽観的な母、いとこをはじめ、祖父、翔太郎と祖母、小梅、それに、弟、翔平や、叔父、小次郎など、大勢の家族に囲まれて育った。その9年後、清美は、高校卒業を間近に控えていた。同い年で、同性同盟の親友、和田清美が、再色兼備で、 誰からも好かれるのに対して、悲観的で将来の夢も展望も全く明けない、清美は、深海に劣等感を抱いてしまうのであった。そんな状況を打ち破るため、高校卒業後、清美は、大阪へ飛び出した。その地で、思いがけず、出会ったのは、人を笑わせる仕事、落語家であった。祖父の言葉を胸に、清美は、落語家、ずれずれて草わかに、弟子入りする。 和田屋もう一つの和田屋、魚屋食堂その他の人々、連れ連れて一門居酒屋、寝床天狗芸能その他の人々登場する、落語家の野号は、日本古典文学の作品から命名されている。ドラマで登場する、店の名にも、落語の演題や落語に登場する言葉が、用いられている。がついているものは、劇中、出演者によって再現シーンが演じられた話。 以下の内容は、ステラ2008年5月9日号より、太字は、講座でのシーンが実際に放映された演目である。以下に、つれづれ定草、若い一問の勉強会である、寝床寄せで講座にかかった演目を、劇中のチラシに載っていた情報などから転記する。太字は、講座でのシーンが実際に放映された演目である。なお、第一回目は、正式には、 寝床寄せと名打たれてはいないが、会場が同じで全身でもあることから、便宜上、寝床寄せとして扱った。なお、宣伝チラシに記された問い合わせ先は、寝床エンターテインメント。入場料は1000円だった。2019年3月29日に放送された、NHK 朝ドラ100での朝ドラ思い出の名シーンランキングでは、 朝ドラ全100作の中で一番記憶に残った名シーンとして第42回の第1回寝床寄せでの草若師匠のあたごやまが第1位として紹介された。ふとじは講座でのシーンが実際に放映された演目である。歴代の NHK 連続テレビ小説で挿入歌が使用されることは極めて稀なことであり、本作では以下の曲が挿入歌として使用された。 聞かせてよ、愛の言葉をのドラマへの挿入は、11月7日、放送分のみの予定だったが、反響が大きく、他の回でも使用された。スポニチ1月13日記事。また、ウィングス2フライ翼をくださいも放送後に、NHK への問い合わせが殺到し、アマゾンではこの曲を収録した、アルバム、プライマリーフラワーズの注文が殺到して県外から、一気に、 トップ10入りする現象が起きている。このドラマの美術デザインが、テレビ、日本美術家協会が主催する、第35回、伊藤貴作賞に選ばれ、山内博史美紀、深尾隆之、小沢直之が、協会賞を受賞した。このドラマに出演した、久井恵美は、国際ドラマフェスティバルイン東京2008において、女演女優賞を受賞している。連れ連れ邸の門は日暮しだが、 これには、様々な由来がある。NHK の公式サイトによれば、以下の通り。以下、NHK の公式サイトから抜粋する。ちなみに、釣れ釣れ亭の門は、折り紙のセミをアレンジしてデザインされている。また、オバマの和岳にある清美の部屋には、折り紙で折ったセミが飾られていた。これは清美がいずれ釣れ釣れ邸に入門することを暗示したスタッフのお遊びだという。 また、この一部は、上内語屋、日暮らしの精神でもある。オープニング映像で、11個の縄文が3段に、並んで表示される画面がある。これらはすべて実在の髪型話しかが用いている、縄文である。番宣 CM は、ドラマのテーマである落語にちなみ、謎かけ形式で構成された。その構成は、下記の通り。なお朝井恵美、阿は、湧く意松重豊 今日もとまさきが務め、それぞれに対して3パターンずつ、計9パターン作られた。和社が、漢字やしほりに、チリとてちんとかけましてと解くという。漢字やが、その心はと聞くと和社が答えを言う。漢字やが、うーん、もう一ちょ。というと、和社がもう一問、謎かけをする。漢字やが、その心はと聞くが、答えを言わずに終了。 NHK の公式サイトでは、話者が2問目の答えを言う部分を付け足した完全版が公開されていたほか、6月4日発売の完全版、DVD ボックス内にも収録されている。物語の大きなテーマが、伝統の継承であることにちなみ、エンディングでは、ただいま修行中。と題して、物語の舞台である、小浜氏がある。 福井県内の職人の師匠とその弟子を一組ずつ取り上げている。その職業は塗り箸のような伝統工芸だけではなく、農業や料理教室、越前そば打ち職人など多岐にわたっている。四草と九館長の平米の出会いを描いた絵画、ペットショップ店員になったり、熊五郎のリサイタルの絵画、ギター奏者なるなど、物語の内容とリンクしていることもしばしばある。 また、最終回に登場したのは、写真撮影当時住み込み修行中であった、情報女流落語家、ロノダン姫と、大師匠、二代目ロノゴロベ衛であった。なお、ダン姫は、最終回オンエア直前の3月7日に、3年間の年季を終えている。翔太郎の死後、清美が一人で出かけようとする倍上だけは、 福井県三方上中郡若狭町と三方郡三浜町の境に位置する標高400メートルの山である。ここの山頂では実際に原け投げができる。ただし、清見の実家である小浜市の市街とは直線距離でも16キロ程度離れており、いとこ同伴でタクシーを使ったとしても夜中に倍上だけの頂上へ行くのは実際には無理がある。 JR オバマ線の線路やオバマ駅がロケ地となっている場面がある。もちろんロケは2007年に行われており、線路上に河川が施されている。実は、オバマ線が電化されたのは2003年であり、電化工事が着工されたのも2000年のことで、清美が大阪へ旅立った1992年の時点では河川は存在していなかった。そのため、 電化されたオバマ線を機動車に乗って旅立つという、いささか違和感のある映像になっている。もっとも、電化されていても機動車が走っている路線の実例として、右越本線や日殺オレンジ鉄道などがあり、また、蒸気機関車が走行するシーンのロケに電化されている、大井川鉄道が使用されるのが、他のドラマでよく見られるので、それほど気にならない人もあるかもしれない。 なお、起動車の走行シーンには2003年に、小浜西インターチェンジまで開通した、舞鶴若狭自動車道の看板が映っている。大阪駅の改札口でのシーンが数回あるが、すべて桜橋改札口を使用して、電車運行時間外に、ロケが行われている。このシーンは1992年当時に、大阪駅には存在しなかった、自動改札機が撮影されている。 また改札機には2003年に導入された以降下のタッチ部もはっきりと撮影されている。背景の行き先案内掲示板にユニバーサルシティ駅や関西空港駅が見えるが、これらも92年以降の開業駅である。高校の学園祭で催された三味線ライブや練習のシーンはすべて出演者たちの実際の演奏によって撮影、収録された。 当初はライブについては本人たちに演奏させる予定ではなかったのだが、出演者たちがスタッフの想定外に上達し、シャミセンの師匠の勧めもあって、ライブのシーンも本人たちの演奏で撮影された。清美役の漢字やしほりにとっては、映画、スイングガールズでトランペットを演奏したのに続く楽器を用いた演技となった。ただし清美は、シャミセンライブについては、 中途で挫折している。漢字屋、佐藤恵、宮島舞の三人で一緒に、三味線の稽古をした時に漢字屋だけが上達が遅くなってしまい、劇中同様、清美役の佐藤が、清美役の漢字屋に対して、なんか困ったことがあったら言ってねという一幕があったと、いう。1995年時点で、清美が、講座の枕で、髪型で五本の指に入る。 女流落語家と言われていると冗談を言って、客を笑わせていて、髪型に女流落語家が5人もいないことをほのめかしている。これは、カツラアが使っていた枕を流用したもの。同様に実在の落語家が使用した枕を流用した、例として、カツラ吉朝が使用した深い指数に関する枕を、つれづれ低層原の落語シーンへ流用したことが、挙げられる。 すれずれ低草原薬の桂ツ也と、万葉低流尾薬の桂米ヨネ吉は、実際には、桂吉長門下で、兄弟弟子の関係にある、上方話家である。吉長は三代目、桂米長の弟子で、高度な落語センスと、古典芸能の熱心な研究から、時代の情報落語の大看板と期待されていたが、2005年に50歳の若さで病死した。 なお、吉しはよね、吉の兄弟子にあたるが、劇中でも、草原の方が劉備よりも先に、弟子入りしたことになっており、草原は劉備を呼び捨てにしている。兄の和田聖天役の松茂豊は、弟の和田小次郎役の京本正樹よりも4歳ほど、年下である。それどころか、過去には京本が父、松茂がその義理の息子を演じている。NHK 大河ドラマの、 毛利元成がそれで、京本が、吉川沖常、ね、松茂が、吉川元春を演じた。松茂のブログによれば、今回の兄弟役を指名したのは、脚本担当の藤本秋だったという。京本は、過去に、藤本が脚本を務めていた、NHK の夜、ドラ、愛と友情のブギュウギというドラマに出演していた。しかしながら、松茂は、 藤本執筆のドラマに出演経験がない。なお、京本は初めに話を聞いたときは、ヒロインの父親役になると思っていた。スタジオパークから、こんにちはに、松茂が出演した際に、松茂が語ったところによると、今でも、京本は、父親役に未練があり、父親役ではなくて、年下の松茂の弟役になることが不満だった。そうである。 第14週で、清美が着ていた白無垢は、劇中では草若の女将さんの志保が着たものになっているが、実は母であるいとこを演じている、枠井恵美が一度別のドラマで着たものである。同じ NHK 大阪局制作の金曜、時代劇で5年に放送された、花岡青春の妻がそのドラマで、枠井は当時、この白無垢を着て、収録をしていた。いずれに西洋ドラマは違いど、 偶然にも親子で同じ白無垢を着たことになり、清美を演じる漢字やしほりも、そのことに考えを覚えたという趣旨の発言を、公式サイトで述べている。第150回の直後に放送された NHK ニュースにて、森本健生が冒頭で、明日の最終回もお楽しみに、と発言した。アドリブ発言とされ、スタジオ内から、どよめきの声が起こっていた。 本作のヒットを受けて舞台となった小浜市は2008年5月1日付で和田一家7人を特別住民登録し特別住民票の交付を行っている。住民登録に際し一家が小浜市に引っ越してきた1982年で登録されており青年月日が決められていない人物については制作側と相談して設定。 住所も作中通り来た長町の架空の番地とされている。本作がドラマ初主演となった漢字やしほりは本作終了後民放のドラマでも2クール連続で主演。7月から始まった TBS のドラマ安藤夏ではヒロイン安藤夏役を演じている。サバエ生まれオバマ育ちの清見に対し福井市出身の夏は 東京、浅草の和菓子店で修行する日々の合間についたちだけ、帰郷し、思い出の地を散策し入院した祖母を訪ねる様子も描かれた。放送期間中にはやはり、福井出身の原作者、西雄二も交えたファンとの交流イベントがあり、漢字屋は、福井との縁について触れ、第二の故郷と思っていますと発言している。さらに、翌2009年6月7日に、 福井市一条、谷浅倉市遺跡で催された第60回全国、植樹祭でも、漢字屋は、ゲストとして招かれ、大会の宣言、未来への一筆形状を、県民代表とともに読み上げている。また、前日には、福井市警の1日所長も務めた。その機会には、清美、若さ、あるいは、夏といった役名ではなく本人の使命で声をかけられるようになり、 知名度が上がったことに考えを深めたという。ドラマ本編や、迷子三兄弟放送の後も、再放送や続編を求めるファンの声は収まらなかった。放送翌年には、ファン活動が縁で知り合ったカップルが、清見、早々と同じ4月9日に入籍、4月18日に、NHK 大阪放送局内で、結婚式を挙げ、純子役の宮島舞から祝福を受けた。 さらに8月28日に再放送期間の活動として全国のファンが参加して折り上げられたチワのカナカナの折り紙が半分ずつ NHK の東京の放送センターと大阪放送局に届けられた。放送終了から2年半を経た2010年4月4日より BS ハイビジョンにて毎週日曜深夜に1週間分6話連続でデータ連動による 再放送が開始。2007年最終週の4話と2008年の年始分3話は6月27日に7話連続。最後の第26週が9月19日に放送された翌週には外伝、迷子3兄弟も放送された。2013年10月7日から2014年4月5日まで、BS プレミアム月曜引く土曜7時15分マイナス7。 30枠にて再放送された。実作、瞳のヒロイン、A 倉七と漢字屋とのヒロインバトンタッチセレモニーの中で、プロデューサーの遠藤里氏が単発化シリーズ化は明確ではないものの、続編制作に意欲的な発言をし、漢字屋もまた続編に対する意気込みを見せたことから、各メディアから続編決定の報道が伝えられた。 報道後、遠藤佐氏は公式サイト内で、続編の予定がない旨のコメントを残している。なお、福井県での本作の舞台が、峰南中心になったことから、福井市は2022年予定の北陸新幹線の、福井県内延伸時を目標に、霊北地方を主舞台とする連続テレビ小説の誘致活動を2018年から進めている。同じく、 劇団の足跡を題材にした連続テレビ小説の実現を目指している。大阪日本歌劇団も北陸新幹線、福井県内演新寺を目標に、竹富岐区人形でレビューを行っている。越前市などに協力を要請している。有名なことわざや映画や歌のタイトルなどをダジャレ風にしたサブタイトルになっている。本作では以下の通り。 視聴者の要望などを受けて様々な特別番組が制作された。番組の人気を反映してか、ローカル番組として企画されたものも、最終的には全国放送が行われている。中にはもともとローカルでの放送予定さえなかったものも存在する。なお、以下の各番組は副音声解説は放送されない。チリとテチンガイデン、迷子三兄弟に関するカテゴリー。 ありがとうございます。